皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回なんですが、ドラクエ夏セールが超お買い得だというね、で動画撮っていきたいなと思います。ドラクエ3HD2D リメイクでですね、ドラクエめちゃくちゃ盛り上がってるんですが、久々にね、あの作品やりたいなって人もいると思うんですよ。外人とかだとですね、やったことない人もいると思うんですが、今回ね、あの神ゲーがめちゃくちゃ安いということでですね、この動画見てもらったらですね、久々にやりたいなとかね、やったことない作品があるなと思えばですね、ドラクエ3HD2D リメイクまで、ね、まだ4ヶ月ぐらいありますのでね、この夏ですね、1本やってみてはいかがでしょうか。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、セールどこでやってるのかというとですね、まずこちら見てください。マイニンテンドストアということで、スイッチでもあります。そしてですね、同じスイッチとですね、同じセールの内容がですね、こちら見てください、プレイステーションストアでもあるということで、どちらでもいいです。皆さんプレステでやってる人はですね、プレステの方で買えばいいと思うし、スイッチでねやってる方はスイッチということで、内容同じような内容ですね、今回紹介するんですが、プレステでもですね、スイッチでもやれるということを覚えておいてください。それではまずこちら見てください。ドラゴンクエストモンスターズ3、魔族のおうちとエルフの旅マスターズ版ということでですね、30% オフの7838円、セール期間なんですが7月の31日までね、行われているということで、10日ぐらいありますかということで、こちらですね、まだやってない方いらっしゃいますか。ドラゴンモンスターズ3ということでですね、モンスターズシリーズの最新作ということなんですが、去年の12月に発売だったんですが、まさかですね、早かったですね、1ヶ月でですね、100万目突破ということで、めちゃくちゃ売れた作品になっております。僕もねもちろんやったんですが、やっぱねモンスターズシリーズ面白いですね。やっぱね、あの配合とかね、もう育ててる感じがですね、モンスターズシリーズ好きな方はですね、間違いなく面白いのかなということで、ね、今回マスターズ版が安くなってるということで、こちら3つですね、DLC ついているんですよ。強くのモグダンジョンとか全てなんですが、これ3ついるかというとですね、強くのモグダンジョンがですね、配合にはめちゃめちゃです便利なので、こちらだけでもいいんですが、今ね、ダウンロード版、ノーマル版なんですけども、ね、はい、がですね、7678円ということで、セールやってないんですよ。なので、もう今買おうかなと思ってる方はですね、もうマスターズ版買ってしまった方のが、全部ね、一応便利で、この下のやつも2つもですね、はい、便利なのでですね、とにかくこの強力のモグ探知が一番便利なんですが、ついてるので安くなっているのでですね、ぜひですね、やったことない方ですね、あの魔族の王子ですね、はい、ピサロが主役ということですね。今作なんですが、ドラケン4のね、アナザーストーリーにはなるんですけども、ピサロナイトとかいるじゃないですかね、いたと思うんですが、なんでピサロナイトと呼ばれてるのかとか、そこら辺とかですね、なんかね深掘りしてるというかですね、面白かったりするので、ドラケン4が好きです、でもモンスターズはそんな好きじゃないですって、買ってませんって人もいらっしゃると思いますけども、ドラケ4がね好きな方でもですね楽しめるのかなと思う、ぜひですねやったことがないっていう方はですね、セール 30% オフということですね、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。続きましてこちら、ドラゴンクエストビルダーズアレフガルド復活せよということでですね、なんと 50% オフ、半額ですよ、2640円となっております。セール期間なんですが7月の31日までなんですが、こちらねプレステストアでもねもちろんセールになっているんですが、安いよね。やったことない人いらっしゃいますか。2640円なので、これね、やり込み要素とか結構自分でね、マイクラみたいなね、ドラクエとマイクラが足されたようなねゲームなんですが、やろうと思えばですね、50時間でも100時間でも遊べるというゲームなのでね、やったことない方はですね、2640円ですかね、半額になる時にやってほしいなと思います。そしてですね、この作品なんですが、世界はブロックでできていたということですね。本作はですね、舞台はですね、ブロックでできていた初代ドラゴンクエストの世界で、アレフガルド竜王によってですね、荒廃してしまったアレフガルドの大地にものを作る力をですね駆使して奪還し、復活させていく、これまでなかった新しい物語ということでですね、竜王がですね、はい、やろうか、お前にこの世界やろうかとか、はいとか言えてあるんですが、あれをもう一つの方の選択肢を選んだ世界ということでですね、どんな結末が待っているのか、皆さんぜひですね、めちゃくちゃ面白いというか、柔らかいのゲームとして、なんか雰囲気めちゃくちゃいいし、面白いことも面白いんだけどね、優しい感じとかです、ぜひですね、これね、ほんとね、ドラゴンクエストビルダーズでしかね味わえないね、ドラケのですね雰囲気なので、ぜひですね、やったことない方ですね、 50% オフなのでね、購入してみてはいかがでしょうか。続きましてこちら、ドラゴンクエストビルダーズ2破壊神指導と空っぽの島ということで、なんとですね、こちらも 50% オフの2739円になっております。セール期間なんですが7月の31日までなんですが、こちらも神ゲー間違いないです。はい、多分ね、最後泣くんじゃないですか、やったことない人ってね、もうすごいです。1からですね、バージョンアップしてまして、もちろんね、いろんなことができるようになっているんですが、物語もちょっと面白いよねということでね、こちらね、
こう指導って言ってるんですね。あ、え、指導ってあの指導、はい、あの指導なんですが、なんでここにいるのかということで、がですね、この、ゲームのですね、まあ、肝になってくるんですが、世界を作る運命を壊せということで、本作ですね、ブロックでできた世界でですね、ものづくりの力で、物語を紡いでいくブロックメイク RPG ということなんですよね。で、主人公がですね、まあ、1年前のビルになった暁には、そして相棒である指導との行く先はということでですね、オリジナルストーリーで加えですね、前作よりパワーアップしたものづくり、マルチプレイもできますということでですね、このですね、まあ指導なんですが、ね、こう出てきますね、ハーゴンがなんだか出てくるんですが、このね指導と呼ばれてるね、存在が何なのかっていうのがね、まあこの語りのですね、物語のですね、まあ、肝になってくるわけなんですが、それが面白いわけですよ。はい。で、最近ね、とある大物を、ね、配信者の方がねやってたんですが、もう最高だろうって、続編作ってくれよって言ってたんですが、僕もですね、まあ、続編作ってほしいんでね、あのね、僕の力で何ともできないんですが、作ってほしいですよって動画ね、ウィリアムズ3作ってくれて、いつも動画出すんですけども、それぐらいですね、はい、もうめちゃくちゃ面白いこと間違いないという、こんな神ゲーがですね、なんと 50% オフということで、やったことない方いらっしゃいますか。はい、まあ、これ1本ね買っとけばですね、はい、夏休み8月ね、はい、これだけで遊んでいけると思いますので、やり込み要素もちろんありますので、ね、自分で好きな建物1よりもですね、ちょっと地下かと上も広くなったんでね、なのでですね、自分で建物建てたりとか、とにかくね、もうね、ビルダーズでしか味わえないね要素ってあるんですよ。このね、この世界観、ほんわかしたよね、この世界が優しい感じの世界観あるんですが、ぜひね、やったことない方ですね、やってみてはいかがでしょうか。続きまして、こちらドラゴンクエスト10オンラインのオールインワンパックということで、これ1本買えばですね、最新のですね、ものも全部入ってるということで、デビューしたい方はですね、ここからやってもいいんじゃないのかなって話なんですが、 20% オフのですね、4752円ということで、セール期間なんですが、8月の12日までとなっておりますということですね、ドラゴンクエスト10のオンラインのですね、最新版まで全ての1本詰まったスペシャルパッケージが登場ということで、このソフト1本でですね、バージョン1からバージョン7のストーリーとコンテンツが全て遊べます、今すぐ旅立とうということで、僕もですね、バージョンはやってたんですよ。はい、やってたんですが、ちょっと最近できてなかったんですけども、まあね、やりたいって方はですね、これ4,952円なんですが、もうとんでもないくできますね。ただね、オンラインはね、ちょっとね、もうやり始めるとね、僕ね、動画投稿できなくなっちゃうと思うんで、で、ファイナルファンタジー14もね、ドラケテもね、もうやりたいなって思う時定期的にあるんだけども、なかなかね、こうできないということで、なかなか、しかもね、これね、めちゃくちゃ可愛いキャラとかいたりするんですよ。まあもう皆さんね、はい、アンルシアとかね、はい、いろんな外人も出てますが、アンルシアとかがね、なぜアンルシアと呼ばれているのか、まあこの子の秘密がいろいろ分かったりするんですが、こちらですね、僕が、これどんなゲームなんだなと思って最近ね、このバージョン7なんですけど、ちょっと調べたんですが、ドラケ9の数万年後の世界の大地みたいなの出てくるんですよ。そんなこと言われたらやりたいなと思うんですが、ただそれがこうバージョンの7かなと思うので、ちょっとわからないんですが、ちょっとやってないんでね、わからないですが、とにかくね、9の数万年後のなんか第一みたいなのが出てきてるんで、まあ、数万年後ちょっとわからないですが、皆さん興味ある方は自分で調べてほしいんですが、そんなこともできるということで、なんかね、9とつながってるんだかなんかっていう話があるんですよね、ということでですね、まあ、ここからですね、はい、デビューしたいなって方はですね、オールインパッケージがなんと 20% オフの全て込み込みでですね、入ってるということで、こちらもですね、はい、プレスストーンにもあったのでですね、どちらでもやってもいいかなと思いますということで、興味ある方はですね、オンラインデビューしてみてはいかがでしょうか。続きまして、こちらドラゴンクエストって目覚めし5つの種族オフラインということで、オンライン版ではないんですよね。で、 42% オフのですね、4976円ということで、セール期間なんですが7月の31日なんですが、これですね、僕ね、先ほど言った通りバージョン1はオンラインの方やってたんですよ。はい、こちらまたですね、面白いんですよ。このね、ちっちゃいキャラクターがめちゃくちゃ可愛いということで、こちらなんですが、これはですね、オフラインで楽しむドラクエ10の物語ということで、ネットワーク RPG ドラゴンクエスト10オンラインがですね、インターネットを常時接続せずにですね、一人でじっくり遊べるグラフィックやゲームバランスなどを一新して登場ということで、ドラクエは好きだけど、ちょっとオンラインゲームはちょっと嫌なんだよねとか、一人でやりたいんだよねって人いらっしゃると思うんですが、そんな方にですね、はい、こちらできるということでですね、はい、オフラインならではのですね、様々な要素を追加ということで、さらにですね、キャラクターボイス付きでですね、臨場感あふれるプレイも楽しむことができるということで、これなんですよ。オンライン版にはなかったということですね。このちっちゃいキャラクターがですね、喋るんですよ。はい。
めちゃくちゃこれまた可愛いんですよ。でですね、オンライン版になかったですね、ちょっとスイカストーリーというかですね、こんな子も喋るとかね、ちょっとそこら辺深掘りされてるとかあったりとかね、いろいろするのでですね、ぜひですね、この可愛い世界をですね、この可愛い子たちをですね、はい、やったことないって方ですね、オンラインはちょっとっていう人がいたらですね、はい、今セール 42% セールということで、ぜひね、やってみてはいかがでしょうか。続きまして、こちら、ドラゴンクエスト10、眠れる勇者との導きの盟友オフラインということで、42% オフのなんとですね、2552円ということで、めちゃくちゃ安いですね。で、整理期間なんですが、7月の31日ということでですね、こちら先ほどですね、紹介したですね、10のオフラインのですね、DLC ということで、オンライン版のですね、バージョン2に当たるものなんですよ。で、こちらでですね、皆さんね、いろんなドラクエの外伝シリーズとかね、スマホゲームやってると思いますけども、ね、これ、アン・ルシアちゃんね、はい、ハイミサヨルさんなんですけども、中身がね、中身じゃないか、ボイスなんだけれども、大好きだね、僕はね。なんですが、こちらね、どんな子って知らない子いると思うんですよ、知らない方ってね。ね、もうスマホゲームとかいっぱい出てくるじゃないですか。今回ですね、こちらで DLC 遊ぶことができますということでですね、まあ、オンライン版ね、先ほど言った通り、オンラインちょっとって思ってる人いると思いますが、このね、アン・ルシアって子は一体何ぞやという人結構いらっしゃると思うんだよね。なので、なんとですね、こちら購入していただければですね、はい、そのアン・ルシアと呼ばれるね、子がどんな子なのかということで、はい、どういう形で出てくるのかというか分かりますので、ぜひですね、ただね、注意が必要で、こちらもちろんですね、オフラインの先ほどのやつをね、ある程度進めないとこちらできませんので、そこら辺ね、注意してみてください。続きまして、こちらドラゴンクエストトレジャーズ、青木瞳と大空の羅針盤ということで、 50% オフの3995円となっております。セール期間なんですが、7月の31日までですね。あのね、神とマヤのトレジャーズということで、もともとですね、はい、モンスターズとして作られたものがちょっと派生したというような作品になっているんですが、こちらですね、竜の大地で気ままなお宝探しということで、これね、お宝探してくるんですけど、過去作のね、はい、なんかね、アイテムとか出てきて、おーとか思ったりするのがちょっと面白かったりするんですが、バイキング戦でですね、暮らす兄弟のですね、仲良し兄弟のカメとマヤはですね、ある不思議な精霊たちにですね、導かれ、果てしなき竜の大地と呼ばれる異世界に迷い込むということでですね、ほんと可愛いです。このゲーム、何が売りかと言われると、ね、マヤちゃんが可愛い。もう、そう、それです。はい。どんな作品なのかというと、まあ、モンスターズのですね、アクション RPG 版だと思っていただければいいかなと思います。はい。で、仲間にしてですね、仲間にするんですが、それですね、アクション要素があるという感じで、他のモンスターズはね、はい、コマンド式なんですが、あれがアクション RPG になったということで、ただね、ちょっとね、仲間にするモンスターが少ないかなっていう感じなんですが、とにかくね、この2人がめちゃめちゃ可愛いです。はい。でですね、やったことない方はですね、まあ 50% オフなんで、3995円なので、まあこれ1本買えばですね、まあ当分遊べていけると思いますし、この可愛いのよね、ボイス付きになったからね、余計また可愛いわけですよ。でですね、こちら見てください。ね、ロトの鎧とか、宝物をね、掘ったりするんですけども、ね、過去作のですね、あんなアイテムとか今度出てきて、おおっとか思ったりするようなね、瞬間があったりするのでですね、まあやったことないなって方はですね、今 50% オフになってますので、ぜひね、購入してみてはいかがでしょうか。そしてですね、ドラケスレ HDHD リメイクでですね、ドラケン盛り上がってるんですが、そのロトシリーズの原点ですね、はい。ということでですね、リメイク版なんですけども、こちらですね、セールになってるということで、ドラゴンクエスト1ですね、40% オフの396円ということで、めちゃめちゃ安いよね。で、7月の31日までになっております。こちらでも説明しなくてわかると思うんですが、そしてこちらですね、ドラゴンクエスト2ですか、悪霊の神々という、こちらも 40% オフの561円、7月の31日までですね。そしてですね、ドラケスレ HD2 でリメイクということで、が今話題になっているんですが、リメイク版ですね、はい。で、画像はこんな感じになっているんですけども、これね、まあ、スマホ版とかもそうなんですよ。もうこれも十分面白いんですけどね、はい。ということでですね、 40% オフのですね、990円がですね、7月の31日までになってるということでですね、まあ久々にですね、やってみたいなという方もいらっしゃると思いますしですね、はい、11月までちょっと長いんだよなって、とにかくドラケス久々にやりたいなっていう方はですね、はい、こちらですね、 40% オフの990円になってるということで、ぜひね、購入してみてはいかがでしょうか。そしてですね、プレスストアでしかセールやってないんですよ。スイッチではね、セールやってなかったんですが、ドラゴンクエスト11過ぎ去るし時を求めて S ということで、ボイス付きの方ですね、はい、完全版と呼ばれてる方なんですが、40% オフのですね、3286円ということで、セール期間が7月の31日までですね。はい。でですね、ボイス付きやってない方もいらっしゃると思うんですよ。そんな方はですね、またボイス付きで、ね、ボイス付いただけじゃなくてね、結婚イベントがあったりとか、他の方と結婚ができたりとか、追加ストーリーとかね、各キャラのね、ちょっと掘り下げた追加ストーリーとか、結構ボリュームがね、また増えていますので、ただでさえね、
裏までやると、裏っていうのかな、はい、過ぎ去りし時を求めてからのいろいろやるとですね、まあ、100時間ぐらいかかるゲームなんですが、それにプラスアルファでいろいろ増えてるということでですね、まあ、やったことない方はですね、ぜひね、やっていただければ嬉しいかなと思います。皆さんお疲れ様でした。ということでですね、ドラクエめちゃくちゃ安くなってるということでですね、天空シリーズがねまだできないんですよ。はい、まあ、多分もうスイッチはできないと思うんだけれども、まあスイッチ2っていうのがね来年出るとしたらちょっと分かりませんが、まあ HD2D リメイクね、はい、天空シリーズはね期待したいなと思ってるんですが、他にもね、例えばねいろいろあるんですが、このねなんかね、ダウンロードコンテンツみたいなのも安くなってるんですよ。はい、でビルダーズ2やったんだけれどもダウンロードコンテンツやってないよって人もいると思うんですが、そんな方はですね見てください、こんなね 50% オフになってるんですよ。全部DLC 全部ついたりするのか、こういうの安くなってたりとかいろいろありますし、他にもね、まあ、これもすごいね。で他にもねいろいろあったんだよね、あのスクエニのセールとかあったんですよ。大の大冒険、ここでセールしなかったらいつセールするんですかねと思うんだけど、で他にもね、スクエニのセールね、ニーヤとかもね、いろいろ、ロマンシングサガとかもね来てたりとかいろいろありますので、ぜひですね、今年の夏はですね、ドラクエ久々にねこうやったことない作品とかねあったらですね、ぜひねやっていただきたいと思いますし、ドラクエね 3HD2D リメイクのね情報を追ってるとですね、やっぱ久々にねドラクエやりたいなっていう気持ちになりませんか。はい、そこでですね、まあやっていただいてもいいのかなと思います。はい、で僕的にはもうビルダーズやったことない方はぜひねビルダーズもう 50% オフなんでこうやっていただければいいかなと。ただねやっぱ1はねちょっとね、あもうちょっとこうしてほしいなっていうところでやっぱシステム面があったりするんですよ。はい、まあそれがね2でですねもう改善されたりするので、とにかくねビルダーズはですね、あの可愛さめちゃくちゃいいと思います。そしてねマスターズ版が安くなってるドラクエ3ということで、こちらもですね、はい、やったことない方はね、はい、もうモンスターズ好きな方はもうぜひもうやって間違いないと思います。ということで今回なんですが、サマーセールということでね、ドラクエの作品がめちゃくちゃ安くなっていたということでですね、まあ、興味ある方はですねぜひね今年の夏はですね久々にドラクエでもやってみてはいかがでしょうか。ということで今回この辺でおります。よろしくはチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。